幸いにして先生の予言は実現されずに済んだ。経験のない当時の私は、この予言のうちに含まれている明白な意義さえ了解し得なかった。私は依然として先生に会いに行った。そのうちいつの間にか先生の食卓で飯を食うようになった。自然の結果、奥さんとも口をきかなければならないようになった。普通の人間として私は女に対して冷淡ではなかったけれども、年の若い私の今まで経験してきた境遇から言って、私はほとんど交際らしい交際を女に結んだことがなかった。それが原因かどうかは疑問だが、私の興味は往来で出会う知りもしない女に向かって多く働くだけであった。先生の奥さんにはその前、玄関で会った時、美しいという印象を受けた。それから会うたんびに同じ印象を受けないことはなかった。しかしそれ以外に、私はこれといって特に奥さんについて語るべき何物も持たないような気がした。これは奥さんに特色がないというよりも、特色を示す機会が来なかったのだと解釈する方が正当かもしれない。しかし私はいつでも先生に付属した一部分のような心持ちで奥さんに対していた。奥さんも自分の夫のところへ来る諸生だからという行為で私を偶していたらしい。だから中間に立つ先生を取り除ければ、つまり二人はバラバラになっていた。それで初めて知り合いになった時の奥さんについては、ただ美しいという他に何の感じも残っていない。ある時、私は先生のうちで酒を飲まされた。その時奥さんが出てきて、そばで酌をしてくれた。先生はいつもより愉快そうに見えた。奥さんに、お前も一つお上がりと言って、自分の飲み干した杯を刺した。奥さんは、私は、と、辞退しかけた後、迷惑そうに、それを受け取った。奥さんは綺麗な眉を寄せて、私の半分ばかりついであげた杯を唇の先へ持っていった。奥さんと先生の間に霜のような会話が始まった。珍しいこと。私に飲めとおっしゃったことはめったにないのにね。お前は嫌いだからさ。しかしたまには飲むといいよ。いい心持ちになるよ。ちっともならないわ。苦しい義理で。でもあなたは大変ご愉快そうね。少しご酒を召し上がると。時によると大変愉快になる。しかしいつでもというわけにはいかない。今夜はいかがです?今夜はいい心持ちだね。これから毎晩少しずつ召し上がるとようござんすよ。そうはいかない。召し上がってくださいよ。その方が寂しくなくっていいから。先生のうちは夫婦と下女だけであった。行くたびに大抵はひそりとしていた。高い笑い声などの聞こえる試しはまるでなかった。ある時は、うちの中にいる者は先生と私だけのような気がした。子供でもあるといいんですがね、と奥さんは私の方を向いて言った。私は、そうですな、と答えた。しかし私の心には、
何の同情も起こらなかった。子供を持ったことのないその時の私は、子供をただうるさいもののように考えていた。一人もらってやろうかと先生が言った。もらいっこじゃねえあなたと奥さんはまた私の方を向いた。子供はいつまで経ったってできっこないよと先生が言った。奥さんは黙っていた。なぜですと私が代わりに聞いた時、先生は天罰だからさと言って高く笑った。